5.32川自体は1986年5月3日、新官民主党が推進していた自家先生、会見千万署名運動の2川、景気同士部結成大会が運動権の過激デモと警察の暴力的鎮圧で中止された事態である。この事件で第5共和国時代の韓国において民主化運動を進めてきた制度権野党と運動権の対立が露呈する結果と、 なった。前年2月の総選挙で、軍政収束と大統領自家先生会見を掲げた、新民党が躍進し、新民党と運動権における民主化勢力は、大統領自家先生会見を政府与党に強く求めるようになった。しかし、前都間大統領はこれに応じようとしなかったため、新民党は、院外闘争を推進することを決意し、 在野勢力と提携する形で民主化のための国民連絡機構を結成した。そして選挙からちょうど1年後の1986年2月12日、新民党は民国連と提携する形で自家先生会見推進のための署名運動を展開し、全国の主要都市に会見推進運動の支部づくりを進め、各地で市民の爆発的な支持を得た。 特に3月30日の公衆市における会見推進支部結成大会では大会会場に30万名以上の市民が結集し深夜まで街頭デモが展開された。また、協会関係者や大学教授などの間から自局宣言が相次いで出され、会見を求める世論が徐々に形成されつつあった最中、全都館大統領は4月30日に 野党党首を政画内に招いて会談し、与野党合意による会見の可能性に言及した。しかし、運動が進むにつれ、大統領自家先生実現を、主とした制度的な民主化をまず実現したい、制度権野党と、あくまでも実質的な民主化を求める、運動権との亀裂が、徐々に露呈するようになった。4月29日の民国連記者会見で、 近代中民主化推進協議会共同議長が、急進的な学生運動を批判する発言を行い、4月30日の党首会談後に、リビング新民党総裁が、左翼学生を断固取り締まらなければならないとの趣旨の発言をして、急進的な運動権と一線を画す姿勢を示すようになった。これに対し、運動権は、保守野党が本来の姿を表したとして、 新民党の姿勢を批判するようになった。そして、二川直轄市で予定されていた一九百八十六年五月三日の会見推進。二川景気同士部結成大会を前に、運動圏の学生や労働者は二川に集結し、会場となっていた。市民会館周辺の通りを封鎖して、新民党批判と政権側による二元代表制。改憲への反対。三民憲法の制定と 憲法制定民衆会議召集を要求するデモを展開した。これを鎮圧する機動隊とデモ隊の衝突で会場周辺は混乱し大会に参加予定であった新民党指導部も近づくことができない状態となったため結成大会は中止に追い込まれた。夕方5時過ぎまでにデモは一応鎮圧されたが散発的なデモは夜遅くまで続いた。全都政権は 似川事態について、旧新派学生と在野民主勢力が、新民党の会見大会を利用して、民衆放棄を誘発しようとしたとして、デモに参加した319名を連行、デモ関係者64名を指名手配するなど、運動権に対する弾圧を強化させた。また炎上するパトカーや、修羅場となった、会場周辺などデモの現場をテレビで放映し、 学生運動の暴力性を浮き彫りにする報道も言った。この事件でこじれた運動権と野党の関係修復は翌1987年の4.135件措置まで持ち越されることとなった。また、似川自体を契機に運動権でも求心的な運動手法に対する反省の機運が芽生え、広範な市民を巻き込める運動のあり方についての模索が進められた。 AB いずれも権威主義政権時代の韓国における政治用語で、制度権は法制度の枠内で合法的に活動する野党勢力を指し、運動権は制度権の枠外で活動する民主化勢力内部でも学生や学生運動出身者を中心とした求心勢力を指している。金英鋼、現代韓国の社会運動社会評論者に側、 民民党民党連ね東亜日報1986年5月19日付1面、新川102高速令状東亜日報1986年5月5日付1面。1987年4月13日、全都間大統領が年内の憲法改正論議中止と、現行の選挙人団選挙による大統領選挙を行う旨を表明した措置である。 国権措置に反発した、金大中と、金四ムは新たに統一民主党を結成し、運動権を含めた、在野勢力との連携を模索するようになった。ありがとうございます。